戻したときにサイドの毛が今度上にかぶさるんですよね。っていうことはパッツ、はい、チューブ TV。 はい、こんにちは、札幌占い流サイマークシャことです。で、グラデーションカラーを入れて、入れました。で、ちょっとね、光の加減でうちの照明の関係でちょっと色が、実際の色がちょっと分かんないんですけど、こういう感じで入りました。まあ、仕上がりをちょっと見てください。で、カットがグラデーションカラーのまずないのが、グラデーションカラーのカットってどうやんのみたいなのは多分ないと思うんですよ、あんまり。で、カラーのやり方とかはあるんですけど、グラデーションカラーってじゃあどうやって切ったらいいのかとかっていうのが多分あんまりないと思うんですよね、外国人風のやつが。で、簡単な切り方で余計なこと多分しなくていいと思うんですよ。で、外国人風にするポイントが1個あって、それ何なのかっていうのもちょっとやっていきます。はい、多分すぐ終わると思うんで。で、まずモデルさんの前髪の長さを決めてもらって、どこの長さがいいかっていうのをちょっと決めてもらいます。で、この前髪から、ランドするようにサイドにつなげていくんですけど、あんまりサイド削りすぎちゃうと、サイド削るってどういうことかっていうと、こういうふうに例えば前髪がここだとしたら、グッとえぐりすぎちゃうと下の重さがなくなっちゃうじゃないですか。なのでそれちょっと悲しいので、急激に前髪からつなげていかないとダメなんですよね、下の方まで。で、今日作るスタイルはどういうスタイルかっていうと、ちょっとこう流れもつきながらっていう感じなので、まあ、あまりこう短いっていうよりはちょっとこの辺の長さから、まあこうシャギっぽくできたり、あとはこう流し巻いた時に流せたりとかする感じにちょっと作っていこうと思ってます。はい。で、まずすごい簡単、普段僕はやらないんですけど、ちょっと分かりやすいようにちょっとしますね。まずどの長さ、この辺の長さで切りたいかっていうのをまずちょっと印をつけます。で、印つける時は5ミリぐらいの束で取ってください。で、ここがスタートだとしたら、この辺にちょっとセニングで跡をつけます。ちょっとセニングで跡をつけますね。で、そこをガイドに切っていきます。で、これスイングカットっていうんですけど、ちょっと難しいのがサイドチェンジスイングカットという感じですね。で、どういう風にやるかっていうと、頭をちょっとこうしていただいて、ここを横スラみたいな感じでこう横に持っていってレイヤーを入れていきます。ちょっとやってみないと分かんないと思うんで、ちょっとやってみますね。で、この時に、ちょっとモデルさんに下向いていただいて、まあ、ちょっと広めの三角ベースを取ります。で、先ほど取ったガイドのこの位置ですね、ここにつないでいくんですけど、一度こっち側に頭皮に対して90度の角度に、持っていきます。それを、コンパスのような感じにこっちに移行していきます。で、していきながらこうカットしていくんですけど、まず最初は僕はもう普通のシザーで切れちゃうんですが、心配だと思うんでセニングで行った方がいいと思います、最初は。で、三角ベースを取り、ちょっとセニングでやりますね、分かりやすいように。セニングは逆刃使った方がいいです。で、先ほどの確認しますね、ここだなというとこを確認して、コンパスのようにこう持ってきます。で、ここがポイントなので、このまま横に流していきます。分かりますか、これ今カットしてますよ。どういうふうにカットしてるかっていうと、こういうふうにハサミで持って流してます。はい、ちょっともう一回やって、何回かやっていかないとね、ちょっとライン作れないんで、モデルさんに下向いてもらって、広めの三角ベースを取ります。はい、で、広めの三角ベース、こめかみまでのベースを取りますね。で、なぜそこにするかっていうと、ここら辺の量を取りたくないからですね。ここをつなげちゃうと、下の量減っちゃうので、で、横スラですね。
はい、コンパスのように、この時はさっきのガイドの位置ありますよね。そのガイドの位置のところにフォームを持ってきて、ぐーってこう持ってきます。いいですか。サイドチェンジします。で、このサイドチェンジのところからちょっとずつハサミの先っちょを使いながら、切っていきます。反対側やってみますね。で、広めの前髪を取って、ちょっとこっち側に分かりやすいようにやると、こっち側に移動して、そのまま逆サイドに持っていきます。分かりましたかね。ちょっと難しいかもしれないです。先ほどの前髪に合わせて、このまま、はい、まあ、僕はあんまりちょっとコーム使わないんですけど、本当はこのまま横につなげるようなイメージでちょっとタップしていきます。ちょっとね、こっち側切るとき難しいんですよね。そうすると前髪が、つながっていくんですね。で、僕はまあいつもこういう感じでこっちに移動しながらこう切っちゃうんですけど、でガイドライン見つけて、ガイドラインのところを持ちながら、ハサミの根元側をでちょっとこう、先っちょの方が皆さんやりやすいと思うんですけど、僕根元側でやるんで、ちょっとずつ滑らしていって、レイヤーをこう入れていくような感じですね。これで段が入りました。で、前髪は下ろしてもいいし流してもいいような感じになってます。で、外国人スタイルで一番大切なのは皆さんどこだと思いますでしょうか。実はこの毛先とか前髪とかどうでもよくて、ここなんですよね。ここがいかに小さいかどうかなんですよ。で、ここがでかくなってて下がボワってなってると、そういう風にならないですよね。で、まあ、インスタグラムとかでかっこいいなと思うグラデーションカラーの巻いた髪のやつとも、絶対ここ小さいんですよね、この鉢のところが。で、日本人の骨格上結構出てる方とかは小さくしないとダメなので、まあ、それは縮毛矯正かけたりとか、まあ、そういう必要があると思うんですけど、まあ、カットでやるとしたら、この中に生え変わりの毛っていうのがあるんですよ。それをちょっとカットしていく方法なんですけど、まあ、先ほどちょっとモデルさんの見たらあんまり切るところがなかったので、人によって違うんですよね。どこを切るかっていうと、ちょっとこう縦に取っていただいて、ちょっと縦に取ります。で、髪の毛切るっていうよりも、その、はい、まあ、モデルさんもこの辺とかちょっと生え変わりの毛があるんですけど、これを取っていくんですね。これを取っていくんですけど、バックシェイプしながら、ここでバックシェイプして、ハサミで、これちょっと大きいハサミなんですけど、この、馴染んでない毛をちょっと取っていくと、鉢がペタッと収まるんですよ。これバックシェイプしながらやっていきます。ここを縦に取って、縦のパネルに対して、この生え変わりの毛がちょっと邪魔して膨らんでしまうんで、縦に取ってこれを、このハサミ万能なんですけど、普通のハサミでやる場合はジョキって切ってしまう可能性があるんで気をつけてください。これダイバルタンって言って、先っちょが締まんなく、うちオリジナルのシザーでよく考えたんですけど、こういうようなやつでやっていくと非常にやりやすいですね。で、このような感じでやっていきます。結構地味な作業なんですけど、人によっては、今回のモデルさんは少ないんですけど、人によって非常に多い場合があります。あと、さっきの切った前髪のところも馴染むので、これをやることによってカットラインに馴染んでくれるんで、全体の統一感が出せます。なんで、さっきの前髪のところからバックシェイプしながらやっていきます。
バックシェイプした、なぜバックシェイプするかっていうと、下ろした時に収まりやすいからバックシェイプにしてるんですね。で、このような感じでカットしていきます。で、だんだん前髪、さっき切った前髪のところが馴染んでいくんで、で、ツヤも出てきますね、これやっていくと。トリートメントカットって、まあ、うち呼んでるんですけど、ツヤも非常に出てくるので、あと前髪のところがやっぱりセニングで切ってるので、ちょっと馴染みが悪いんですよね。そこを本当にだんだん馴染んできて、綺麗なラインになっていきます。結構今見た感じ、やっぱ顔周りの方少し、あったんで、バックの方は少ないんですけど、あとダメなのはやっぱそぎ入れちゃうのはダメだと思いますね、こういうグラデーションの場合は。そぎ入れちゃうとですね、なぜダメかっていうと、毛先の方はいいんですけど、この辺は絶対入れない方がいいですね。ツヤ感が絶対なくなっちゃうので、カットするんならこのカットぐらいだと僕は思ってますね。あとは毛先にスライドカット入れるとかは全然 OK なんで、ただ大体モデルさん自体そぎがほぼ入ってるので、毛先の方あんまり入れなくていいんじゃないかなって思います。大体ワンレンの人ってほぼいないんで、巻いちゃえばほぼ分かんないですからね、そういうスタイル。だから結構こういう地道なところで差をつけていくのは大切なのかなって思いますね。ほんと通常シザーでやっていただくと結構引っかかったりとかして危ないんで、ちょっとそこだけは気をつけて、もしあれだったら小さい束で取ってください。このようなラインに、ハサミで絶対切れない幅の、スライスを取りながらやっていっていただいた方がいいです。僕の場合はハサミがこれ7インチがあるんで、このぐらい大きく取っていっても全然大丈夫なんで、効率が早いですね。で、だんだんこれで馴染んでいくんで、頭が小さくなって。で、鉢が小さくなれば下が広がって見えるんで、よりグラデーションカラーの外国人風が作りやすいと思います。で、この時に今ちょっと押しながら切ってるんですけど、拾っていかないと、なかなか切れないんで、ちょっと押しながら切るような感じでやってますね。で、こう見てもらうと分かるんですけど、こっちやってない方なんですよ。で、こっちやった方なんですけど、ちょっとこの、なんていうんだろうな、滑らかさっていうか、柔らかさが出るんですよね、ここら辺に。全然質感が違うんですよ。で、ここもベタってしてるんで、骨格にひっついてるような状態です。で、こっちはまだやってないので、膨らむんですけど、このぴったり感があれば、グラデーションカラーが、より入るんで、グラデーションカラーのカットってこういう感じなのかなと思います。で、あと下はこれからちょっと今切っていくんで、ちょっと反対側もやっていきます。で、ここも縦面バックシェイプで、押しながらっていうか、こう逆毛みたいな感じですけどね、出たところを切って、より髪の毛が頭に、吸い付くような感じを作っていきます。で、前髪を切った後にやってください。これは前髪のラインが、これによってまた馴染むので、これは僕が考えた名前だとフラッティングっていう、面をフラットにするっていう意味でフラッティングって呼んでますね。トリートメントカットっていう名前もありますし、フラッティングっていう名前でもあります。結構僕の動画ではかなり使う技かなと思います。で、これ7インチのアルバになってるので、まあそのアルバでより切れるような感じですね。これは今逆刃で切ってますね。逆刃というか、えぐる方であえてやってます。本当これの怖さは、バツって切っちゃうんで、
通のハサミの方は本当気をつけてください。あとストレートシザー、普通のR刃じゃないやつで切る場合は本当にあれ切りや、まあ、毛先の方で、あ、刃先の方でバツって切っちゃうんで、気をつけていただいた方がいいかと思います。こんな感じで、切っていきます。でこのような感じに、ちょっと柔らかさがまず出るっていうのとがフィットします。で、今度下の切り方なんですけど、これがまず溶かしていただいて、でよく、まあ、これちょっと言うと一部の美容師さんからちょっとバッシングもらうかもしれないんですけど、後ろで切っていくのはまず意味ないんですよ、ぶっちゃけな話で。なんでそうかっていうと、後ろから切ってってもお客さんがあと1センチ切りたいとか、あと5ミリ切りたいとかって言った時にまた最初からその工程をやらないとダメになっちゃうんで、そんなことはやらない方が僕はいいと思うんですよね。それをやったからって下に下ろした時に綺麗なライン出てるかって、実際そんなことなかったりするんですよ。本当にカットってシンプルで、ここに出た毛を切ればいいだけなのに、やっぱ余計なことしてしまうのが本当に多いんで、時間のロスなんですよね。バックから切っていく、でお客さんが見えるのってやっぱりバックじゃなくてこっちなので、ここをいかに綺麗に切れるかだと思うんで、ちょっとそれを簡単に切る方法をやっていきます。で、すごい重たく切りたい場合とか、パッツンってやりたい場合とかはお客さんに上を向いてもらいます。でなぜかっていうと、上を向いてもらうってことはこの襟足の毛が出てくるってことになりますから、こうやった時に普通に戻した時にサイドの毛が今度上にかぶさるんですよね。ってことはパッツンになるんですよ。で下向いて切るとどうなるかっていうと、切って普通に戻した時にちょっと段が入るんですよね、顔前の方に。でそれでフェミニンなスタイルは下向いていただいて、で結構ラインをバーンって出したい場合はちょっとモードな感じでライン出したいが上を向く、それだけですね。それで下のラインが簡単に切れます。はい、あと切り方としてはちょっと指で毛をRにしたりとかいろいろあるんで、ちょっとやってみたいと思います。まずここでしっかり半分から分けてコーミングしていきます。本当に早いので簡単に切れちゃうんですけど、この三つ襟の耳から後ろのこのネープの毛をまずこう前にしっかり持ってこないと、切り残りができちゃうんで、ここをしっかりシェイプしていきます。そして、まあちょっと普通にしておきますね。で上にこっちにします。これ分かりますかね、こっちにねじってるんですね。ですか、これなんでこうしてるかっていうと、内巻きに入りやすいんですよ、こうすると。こう切ってるのに近いんですよね。中の毛をぐるって出してるので、これ収まるんですよ、こっち側に。ちょっとこれ分かりづらいかもしれないですけど。で、僕はこのまま R で切っちゃうだけです。あとでぼかします。で、この時に、毛を外側に持ってきちゃうとダメなんですね。これ内側に持ってきた方が可愛いんですよ、カットラインが絶対丸くなるんで、これをなるべく顎の先端ぐらいまで持ってきます。ロングの場合はこの位置で切っちゃうとダメです。この辺です、顎の先端ですね。で山切りカットで切る、丸くこう切ってるんですけど、で左右、まあ、ちょっとガイドがないんでね、切りづらいかもしれないですけど、こっちもセンターに持ってきて、ちょっとこれ分かりますか、こういう感じですね。外側に、外跳ねみたいな感じなんですけど、実はこっちに、こう切りづらいんで、こうしてるだけです、ねじってるだけです。これでも合うんですよ。このカットでをすごい皆さん時間かけてやってるんで、でモデルさんにあとどうですか、長さあと1センチ切りたいとか5ミリ切りたいとか2ミリ切りたいとか、何回でも切り直しが簡単にできますよね。でこれでもっと綺麗に切っていけばいいだけなので、もう本当にこれがベースの切り方ですね。
で先ほど言ったようにモードにしたい場合は上ですね。上を向いて、ちょっと今切る真似をしますけど、上を向いてもらって切ってネープの毛が出るんでそこを切ります。でこっちも上を向いていただいてネープの毛を引っ張ってくるような感じで、はい、まあ、分かりやすいようにネープに紫色の、メッシュを入れてるんでちょっとそこがね紫の今出るような感じで今目安で切ってます。で下をやる場合は今ちょっと切らないですけどちょっとパッツンにしたいんで下をやる場合は柔らかいラインにしたい場合はこうやって切ります。そうすると表面の毛が切れますね。下を向いていただいてで戻した時に少しここが軽くなる感じになりますっていうだけですね。なのでカットは非常に簡単です。でチョップカットしてもいいですし、モデルさんの毛があんまり毛先の方重くない場合だったらそのまま同じようなラインで引っ張っていただいて毛先にエセリングをチョップで入れていくと、これでラインをぼかすくらいでいいかなって感じします。ちょっとあんまり今量が多くないのでそうしてます。これ 10% のセニングなんでちょっとあんまり取れないんでちょっと何回もやってますけど、縦に今セニング入れてるだけですね、はい。まあ、セニング使いたくないという方は直カットでやっていただいてもいいと思います。っていうような感じです。で例えば上にボリューム出したいとかそういう人はもうここに段も入れる方法もあるんですけど、まあ今回グラデーションカラーなんで基本段は入れません。本当カットはこんな感じなんですね。すごい単純なんでこれをもっと丁寧に切っていくような感じです。これがグラデーションカラーのカットの方法です。前髪のところから、前髪スイングのサイドチェンジして、そしてここの鉢のラインをフィットさせて下を切るだけですね。これだけで、余計なことしないでこれで十分だと思います。今日の、撮影は終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもよろしく